こんにちは。アダルトチルドレン克服カウンセリングの吉野亮太です。この動画をご覧いただきどうもありがとうございます。今日はですね、ご相談いただいたのでちょっと読み上げたいと思ってます。36歳のお母さんですね。二人の子育てをされておられる S さんという方からお便りいただいたんで、読み上げさせてもらいたいと思います。私は36歳の母親で子育てに悩んでいますと。私には4歳の娘と1歳の息子がいますということですね。最近子供たちが約束を守れなかったり、思った通りにならないとイライラしてしまい感情的になってしまうことがありますと。自分でもこの状況を改善したいと思っていますが、どうすればいいのか分かりません。特に困っているのはイライラがエスカレートしてしまうことですと。で、子供たちに対して怒ってしまうと自分自身も後悔してしまいます。この状況をどうにかしたいと思っていますが、どうすればいいのでしょうか。思えば私自身、親に叩かれたり怒鳴られたりしながら育てられてきて、同じようには育てたくないと思いながらも、結果的にね、同じように育ててしまっている自分に恐怖感も感じています。子供の行動に対して冷静な対処方法があれば教えてほしいです。またこれ以上イライラがエスカレートしないようにするためにはどうしたらいいでしょうかと。自分の感情をコントロールする方法を身につけて子供を愛せる母になりたいです。お忙しいところ恐れ入りますが、アドバイスいただけると幸いです。よろしくお願いします、ということでね、Sさんお便りどうもありがとうございました。実はね、ちょっと今カウンセリングがもう3ヶ月先ぐらいまでご予約がいっぱいいっぱいの状態で、新規の方のご相談がなかなかお受けできないんですが、少しでもね、ちょっとこの合間合間で YouTube を撮ろうと思っていて、ホームページのね、概要欄の方にもリンク貼っておきますけれども、ご相談フォームというのがありますので、もしねご相談があればどんどん送っていただければ極力お答えできるようにしていくので、 S さんのようにまたご相談いただければ嬉しいです。またね、今回 S さんのように子育てでね、ついついひどいことをしてしまうということをね、ご相談いただく方って実は本当に多いんですよね。で、少しでも S さんだけじゃなくって、同じようなね悩みを抱えておられる方の協力ができればいいと思っています。でですね、まず僕が S さんに対して思うのは、 S さんまずしんどかったねっていうことなんですよ。きっとね、私は今度こそね、自分がされたのと同じ子育てはもう絶対したくないと思って、今度こそはと思って頑張ったのに、思ったようにいかなくて、多分ね、今絶望感だったりとか悲しみとかをね、もしくは焦りも抱えてるしね、ね、もう反省しながらも子育ては日々続くわけですからね。で、場合によったらちょっとお便りにはなかったけど、ご主人が助けてくれないとかいろいろあるかもしれないですよね。そういうようなことも含めて、本当に大変な思いの中で生きてこられて、もう頼るに頼られずに僕のところにこのメッセージくださったということをね、本当に辛かったねと思いながら頑張ったねっていう形で、僕はまずそれを 100% 受け止めたいと思っています。で、ここが一つ目のポイントになるかと思うんですけれども、こんな子育てなんてしたくない、自分がやられて嫌だったことなんて絶対やるもんかっていう決意はあるのはわかるし、頑張ろうと思っておられる気持ちはね、僕はそれをもう 100%、 100点満点評価したいんだけど、結構多くの方が悩んでおられるのが、こんなことはしたくない、これはやらないという悪い例はみんな見てるんですよ。これはやっちゃいけないっていうことにはみんな気づいてるんです。じゃあこういう風にしたらいいんじゃないかという、その正解例をね、実際学べてない人が結構多いんですよね。おそらく S さんもこれはやりたくないは分かってるんですよ。でもイライラした時にこうすればいいんだとか、こういう風なのの反対はこうなんだが見つかってないんですよね。なので悪い事例ばっかり見さされて大人になって、でも強い決意を持ってる人というのは大体この罠にはまってしまうことが多いんじゃないかと僕自身感じています。なので S さんもね、これから僕が言うことを 100% できなくてもいいんです。でも少しでもいい例をね、身につけるために、これからね、4つのポイントについてお話していきたいと思うので、少しずつでいいんですよ。一気に4つ完璧にできるようになる必要なんてないんですけど、ちょっとずつ意識してできるようになっていただけたらと思います。4つのポイントね、まず概要から説明していきますが、自分の言い分を一旦整理する、自分の言い分を一旦書き出すということが大事な1つ目のポイントです。そして2つ目のポイントが、その出した感情の奥にある深い感情を見る、そこに目を向けるというのが2つ目のポイントになります。そして3つ目が、その感情とつながっている記憶シーンっていうことを掘り出して、4つ目、次から同じことが起きたらどうするかを考えるっていうのがね、4つのポイントになります。順番にね、説明していきます。まず自分の言い分をね、ガーッと書き出す。今回は
お子さんがちょっとでもね言うことを聞かない、自分の思い通りにならないとわーってなってしまうっていう、その時の感情をね一回書き出すなり口に出すでもいいんですけど、一回思い返してみるということです。でもちろんね書き出す方がベストではあります。なぜかというと、口頭で出した場合、堂々巡りで同じことを繰り返してしまう場合もあるので、書いたものっていうのは目で見れますから、あ、もうこれがさっき書いたからもう一回書く必要はないなっていう感じである程度整理ができるので、口頭よりも書き出す方がベストではありますけれども、まあでもご自由にやってみてください。ここのポイントは、想像している3倍から5倍ぐらい一回全部出してください。それは腹が立ったとか、イライラしたとか、なんか自分の思った通りに言うこと聞いてくれなかったのが気に入らないとか、また理性で処理できてるうちっていうのは実は本物ではないことがあるので、一旦全部書き出すということをやってほしいんですね。この場合の例えば例で言うとですけれども、ついイライラしてしまった、だってみたいな感じで出てくるものを書き出すんですけども、いい子でいてほしいのにあの子は全然いい子じゃないもんとか、私のことを母として尊敬してたら子供はあんな態度を取るはずないじゃないのとかね、だから私は子供に舐められてる、バカにされてる、うん、悔しいみたいな、ね、そして悲しいみたいな、そういうものを一旦こうちょっと激しすぎると思いながらでも一回書き出してみること大事なんですよね。でこれをあなたが想像している3倍から5倍ぐらいやってみてくださいということです。もうこれでもかこれでもかっていうぐらい、ちょっと言い過ぎたぐらい書き出してみることが大事です。そしてその2番目ですね、それを一回書き出したものを一回見てみて、この奥にある感情に目を向けるというのが2つ目のポイントなんですけども、これがさっきもちらっと僕言いましたけど、人によったら恐怖感、恐れだったり、怖い、子供が言うこと聞いてくれなかったらどうしよう、怖い、このまま行くと子供がなんか将来変な子供になってしまってたらどうしようとかね、親として子供の育て方が下手くそだみたいに後ろ指さされたらどうしよう、怖い怖いみたいな、そういう恐怖感だったり、もしくは悲しみ、ああ私も一生懸命育てようと思ったのにね、うまくいかずに悲しいとか、場合によっては絶望感を感じるとか、そういう奥にある感情、怒りの奥に潜んでいる感情ですね。そこに目を向けるということが2番目のポイントになります。で、これも例えば例で言うと、悲しいとか悔しいとか、一人ぼっちにさせられた気持ちになったとかね、やっぱり分かってもらえないんだとか、どうせ自分はね、いつか誰かに責められるだとか、またダメだって言われるみたいな、なんか思ってなかったけど、なんかこんな言葉が出てきたみたいな、そういうものを書き出していくということが大事です。実はこれが奥深くにあったりするあなたの本当の恐れや恐怖感の感情だったりするので、そこを向き合うということが大事だったりするんですよね。ここでのポイントがね、あと2つぐらいあるんですけど、やっぱここも思ってる3倍から5倍1回出しませんかっていうのが1つ目のポイントで、もう1つのポイントは、1回その出てきた感情を、例えば親友だったりとか、自分の大切な人がこんなことでもし膝を抱えて悩んでいたら、私だったらどんな風に寄り添ってあげるだろうかということを考えてみるっていうのが、その感情を受け止めるポイントになります。この2つのポイントね、3倍から5倍出すということと、一旦その感情を、自分が無理だったら親友や友達のようにやってあげたらいいし、自分の感情として、ああ自分と思って受け止めてあげられるんだったら受け止めてあげてくださいっていう、感情を受け止めるっていうのがポイントになります。そしてやることの3つ目ですね、問題が起きたシーンを振り返ってください。できれば感情を受け止めてあげながら、私って実際どんな経験したんだろう、例えばそしたら自分の母親が私のことを叩いたとかね、お父さんがひどいことをしただとか、私がちょっとお母さんに気に入らないことをすると自分の大事にしてるものをね、ゴミ袋に詰められて、ね、窓から捨てられた記憶が蘇ってきたとかね、もう出て行きなさいとか、逆に私が出ていくみたいな感じで、なんかすごい嫌な体験をしたみたいな思い出があったら、そこを振り返ってほしいんですよね。ああ、そんなことがあったなみたいなことを振り返って、できればその時の自分に会いに行ってあげて、あんたが全部悪いわけじゃないよ。この親御さんも実は100点満点の親御さんじゃないし、もっと言うと若かった頃のね、今回 S さんも36歳のね、お母さんの立場でご相談くださったけど、 S さんが子供だった頃、やっぱりね、その親御さんも36歳とか38歳とかね、まだまだ同じ年というか未成熟だったりするんですよね。その頃の親が感情任せに怒ったことを思い返して、あ、この親が
完璧じゃなかったんだ、そして子供だけが悪かったわけじゃないんだと思った時に、どういうふうに助けてあげられるかっていうのが問題が起きたシーンを振り返るっていうのが3番目になります。そして4番目、もし自分が悪くないとしたら私だったらどんなふうに対応できるだろうっていうふうに考えてあげるということですね。実はカウンセリングの現場なんかでよくやるのは、その現場に今のあなたが飛び込んだら、この親がブチ切れてるシーンだったりとか、出ていけとかね、ゴミ袋に詰めて窓から捨ててるシーンだとかを見たら、今のあなただったらこの親御さんにどんな風に言ってあげますか、もしくはそれでシューンとなってる4歳5歳頃の自分自身に、あんたが悪いのよって言いますかっていうようなワークをした上で、そこで、あ、自分はそこから抜け出られたなと思うんだったらよしですし、もししんどいんだったら改めてご相談くださいねっていうようなやり方をしていくのがカウンセリングの一つの技だったりします。もちろん手法は100万通りあると思ってますので、その中の今日は一つを紹介したに過ぎないんですけれども、もしね、自分がどうしても子育てでイライラして止まらない場合っていうのは、こういうワークをやってみていただければと思っています。S さんね、お力になれたら嬉しいんですが、もしね、またわからないことがあったら追加でね、ご相談くださったら嬉しいのでね、ぜひ S さんからのご連絡をお待ちしてます。他の方もね、もし自分がしんどいんだということがあれば、概要欄にリンク貼っておきますから、ご相談フォームからね、ご相談ください。もちろんね、個人が特定できないように守秘義務等は十分配慮しますので、もちろん本名とかじゃなく、ハンドルネームとかでも結構ですので、ご相談をお寄せください。お待ちしてます。それとですね、ちょっと最近サボってたんで申し訳ない、コメントがね、実はすごくたくさん寄せられてるんで、コメントを読んでいきたいと思っています。バートスイさんって読みするのかな、バートスイ0293ね、最近頑張らないことがだんだんできるようになってきたんですけど、頑張りますと言っちゃう人へっていうね、ショート動画でご相談というかご感想いただいたんですね。で、今度は逆に頑張り方がわからなくなってきちゃった。そっかそっか、サボってでも怒られないと永遠にサボってしまって悩んでいます。はい、ですね、おそらくこれもね、また非常に重要なコメントだと思うので、どっかのタイミングで動画撮ろうかなと思ってるんですけれども、これね、多分頑張りすぎたんですよ。で、今ちょっと小休止の踊り場のタイミングだと思うのでね、もしね、例えばどうしても大事な提出物だとかね、これを期限までにやらないととんでもないことになるだとかいう場合は、今まで頑張れてた分のことを思い出して少し頑張った方がいいかもしれないけど、ちょっとね、今は休んだ方がいいタイミングかもしれません。なので、またこの辺は詳しく動画別撮りさせていただこうと思ってます。ありがとうございます。読み方が間違ってたらごめんなさい。ヒーテさんって読みするのかな ?44643。ね、セルフネグレクトの動画をご覧になって泣いてしまったってね、一言だけくださってるんですけど、そうなんだね。コメントくださってありがとうございます。ということは、あなたに何か響いてるということだと思うのでね、ここからセルフネグレクトから少しずつ抜けることをね、おすすめするためにも、今後また動画とかご覧くださいね。あと玉仙さんから家族の悪口は聞きたくないという動画ね、最近この動画に対するねコメントがかなり増えてるので、やっぱり皆さんね、家族の悪口をね親御さんから聞いてすごい苦しい思いをして育ってこられた方多いと思うんですけどね、今回もこんなコメントいただいてます。一緒に暮らしたことのない父の悪口、前夫との子異父兄ですね、を、妊娠中や前夫と別れるまでの様子、母が幼少期に姉から受けた暴力の恐怖などなど、同じような話を繰り返し母から聞かされていました。今振り返ると、幼い子供に話す内容ではないと思います。おかしい扱いを受けていたのだなと思うことがやっと分かってきました。そうなんですね。この動画ご覧いただいてね、本当に少しでもね、肩の荷が下りてくださればいいんですけど、要はこれお母さんの問題なんですよね。それを受け止めてくれる我が子でいてほしいというお母さんの、言い方悪いけど依存心だったりとかすると思うので、ね、ある程度、あ、それは辛かったね、それはかわいそうだったねって言ってあげてもいいんだけど、でもあなたがそこまで心まで引っ張られる必要はないんだっていうことですよね。はい。あと、これもショート動画ですね。締め出しは虐待ですっていうね。僕がね、少年時代にちょっとやらかしたね、締め出された時の悪事変のね、ショート動画をアップしたら、ちょっとそれに対してね、ヨータさんっていう人から、メッセージいただいてます。弟と一緒に玄関前に放り出されたなーっていうね、記憶を語ってくださってるんですね。いつも弟が泣いてて、私は泣かないようにしてなかったら、反省してないとね、怒られたんですよね。
うん、親の機嫌がわからなかったな、そうか、親としたら今日の S さんのご相談にも沿ってるのかもしれないけど、追い出したら子供は泣いて反省しているものだっていうことを親が勝手に期待して、そうじゃないとわーって怒っちゃうんですよね、ますますね。でもこれもはっきり言ってしまうと親の支配とかコントロールに影響してくるのでね、まずこういうふうにねコメントいただけたことありがとうございます。そして昔のね、ヨタさんのことをね思い出しながら、うん、お前がここまでよく頑張ったね、弟のこと守ったんだねって言ってちょっと抱きしめてあげてもらえたら嬉しいかなと思ってます。さっきもね言いましたけど、子供は愚痴のゴミ箱じゃないっていうねコメントに対してね、ちょっとこれは暗号的な CT4PG2Z25R さん、はい、初めてコメントありがとうございます。嬉しいですね。またこうやって動画でも時間があればコメント開始していきますので、よろしくお願いします。お話を聞いて自分もそうだったんだと気がつきました。母は長男の嫁で、祖母や父、小舅たちに常に気を使っていました。なるほどね。私が結婚してからもほとんど毎日のように電話が来て愚痴を聞かされていました。そうか、私が聞いてあげないとと思い聞いていましたが、ある時からものすごく疲れるようになり、鬱になりました。ああ、そうなんだ。そのことがきっかけで母から電話もあまり来なくなり、とても楽になりました。もっと早くこの動画に手取りついていれば。ね、そっか、ありがとうございます。まあ一つのテクニックっちゅうとちょっと怒られちゃうかもしれないけど、もしね今回ご相談者さんね、こういうコメントをくださった方ね、本当の鬱になってしまってからだったけれども、次からはもし仮にね、もうお母さんが鬱治った、ほんでね聞いて、もうあんたのお父さんがねとか、もしね言い始めたりとかしたら、ごめんまだちょっと私完全じゃないのっていう手を使ってください。そして今回のコメンテーターさん以外の方でも、ちょっと私今メンタル的にやられててね、統合失調症だって言われたのとか、ちょっと鬱って言われたのみたいなことをね、ちょっともし親御さんに言えるんであれば、今ちょっとそういうしんどい相談事とかはあまり人の分まで背負わないように、あまり聞かないようにしてくださいって言われてるんだって言ってしまっていいと思うので、ぜひ応援してますのでね、あまり自分自身がね疲れすぎないようにしてください。あとはピエロっていうね、ちょっと懐かしい動画ですけど、アダルトチルドレンの特徴のねピエロ役になってしまう方 の動画をご覧いただいた、工事510さんかな、ありがとうございます。昔からムードメーカー的な役割があったのは確かで、プレッシャーは半端なかったですと。もうアラフォーだし、そろそろ卒業したい。なるほどね。でもね、そんな工事さんのことをね愛してくれる人もいるかもしれないけど、無理にしなくても愛されるよっていうことを少しずつね、これね、一気に明日変わるとか、もう二度とやらなくなるとかね、機嫌よく接してたのをもうプイって今日から急に態度変えるとかは難しかったとしても、ちょっとずつ、あれ？あれ？っていうふうに思われながらでも少しずつやっていけばいいですよということですよね。はい。ありがとうございます。あと、ケアテイカーのね、ショートムービーにもね、ビダミさんって呼ぶんですか、バイダミさんって呼ぶのかな、2633。いい人辞めたいって一言コメントくださってます。そう、あまり無理する必要ないですよね。ただ、辞めたいというコメントの後には、辞めたい、でも辞められないっていうのがあると思うのでね、引き続きこの動画とかショートもよかったらまた見てください。あと、私がアダルトチルドレンを克服したたった一つの理由っていうのはね、実はメンターと出会って僕は人生が変わりましたというお話のショートなんですけれども、そういう人に出会いたいです。そしてそういう人になりたいです。はい。少しずつでもいいんですよ。で、メンターって一言で言うと心の師匠、心の師と呼んでるんですが、メンターってね、コロコロ変わっていいんですよ。もしくは、この面ではこの人がメンター、この面ではこの人がメンターとかね。なので、テレビ見てて芸能人をメンターにしてもいいし、もし本を一冊読んで、この本書く人、こんなことが書けるの素敵だなと思ったら、しばらくの間メンターにしてもいいのでね、そういう状態で、ちょっとずつメンターを作りながら、そしてどんどん変わっていきながらも、そういう人になっていくという、いいところを少しずつ吸収するというのをやってみてください。まだまだいっぱいコメント続くんですけれども、かなり大量にあるので、一旦ここら辺ぐらいで止めますかね。コメントくださった方、本当にありがとうございます。少しでもこうやってね、動画等々でお返しできればと思ってるんですが、動画の撮影とかもカウンセリングとか講座、勉強会の合間を塗って、ちょっとでも隙間があったら撮るようにしてるんですけども、週に1回の更新で申し訳ないんですが、極力これからも更新頻度も増やしたりとか、ちょっとずつ変えていこうと努力してますので、よかったら今の、ね、チャンネル登録とかいいねボタン押していただければまた通知がいきますのでね、ぜひこれからもこの動画ご覧いただけたら
嬉しいと思っています。もう間もなく4000名ぐらいかな、ね、登録者数少しでも増えてくださったら嬉しいなと思ってます。なぜならやっぱりちょっとずつでもね広げていきたいんですよね。あなたは何も悪くない、そしてそこから抜け出ることはできるよということをこの動画で広めていきたいと思っているので、もしよかったらねチャンネル登録やいいねボタンいっぱい押していただければ嬉しいと思ってます。ではまた次回お会いしましょう。今日もありがとうございました。